届きましたよ。ああ。ついに届きました。優勝のスパイレクッションと、はい、うん、カオルくんの新人特典かな、うん、の新人特典。お、やった。待ってました。待ってました。今日も戦術とかじゃないですもんね。違いますよ。はい、ただ行きますよ。ただただサポーターが届いたグッズを開けてはしゃぐだけの、はい、そうですそうです。いやー届いたね、ついに。はい、届きましたよ。届いた。こっちがクッションです。あれクッション箱でかいよ。でかいね、だいぶね。箱でかクッションにしてはちょっと重いよね。そうね。はい、開けれますか。開けましょうか、じゃあ、はい、早速お願いします。マック切ってかないとですね。今日の洋服はブレさんなんですね。うん、日曜日なんで試合があるんで、この後。はい、何戦。ね、新潟。うん、新潟アルビレックス BB との試合がある。はい、それはちょっとダゾンで応援をしようかなと思いますけどね。はい、イエッと開いた。どうですか。え、なんて感じなの。え、わーみっちり入ってる。すげー。え、なんか四角、開けたら大丈夫か。うん、ちょっと納品所がある。で、そのまま箱をもらいましょうか。はい、あ、はいはいはい、あ、どうも。え、こんなんです。うぃー、おー、圧縮されてますね。こんな感じで、裏面がこんな感じ。おぉ、おぉ、かっこいい。いいね。プロカフェのお風呂にね、うん、立ててあったね。そうね、写真も撮った、その時。はい、あーすげえ。で、あ、ここにあれなんだ、選手の名前が、うん、こうなってる。ちゃんとフロンタとか、そう、こんな感じ。ラルそうね、で、リタイトルっていうね。うわ、いいですね。いいね。ここに、はいはい、2017年、うん、ブクッションがありますよ。2017年、あ、すっげえ、なんか膨らんできた。はい、こんなんです。こんなんです。いいね。わ、いいね。色が綺麗。いい。鮮やか。はい。いや、いいな、優勝って。大きさ的には。そうっすかね。あ、そう、一応、うちに、うちにというか、ここに。2017年。はい。初優勝の。こっちの方がね、モフモフだけどね。まあ、あれじゃない？空気入って、モフモフになってくる。ああ、そういうこと。多分これね、うん、これがファーストタイトルで、いいね、初優勝で、今回のこれがよいしょ、こっちが今回。はい、あ、違うのか、ちょっと画面が、はい、え、まあ、大きさ、あ、でも膨らんできたら同じぐらいになるのかな。うん、大きさは、あ、大きさは一緒だね。これ今重ねてるんですけど、多分ちょうど見えない、うん、うん、一緒、うん、うん、ぐらいですね。うわ、色がいいわ。鮮やかな青です。うん、あれ、2017の方にも薫の名前は入ってるんだっけ。入ってるんだよ。入ってる、ね、そう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 。青も入ってる。青は普通に、青は32番。はい、そう、初タイトル。薫が35。そう、ここに、そうそう、これこれ2番目で、そんなところ。はい、そう、これどんだけ説明しても買えないあれなんだけど、確かに確かに、うん、そうね、どっちじゃないのよ。はい、これはいただきました。はい、こんな感じです。なんで、うん、うん、いいね。いいね。まあ家で、今年も多分ね、うん、割と家で見られる方多いと思う。持ってる人はこれを、うん、優勝するときは掲げながら、はい、っていう感じですね。いいね。値段的にはいくらした。4400円ぐらい。うん、なるほど。いい、高揚感。サポーターには最高の商品ですね。最高。はい、いいね。
ぱ。いいね、うん、いや、これがやっぱりこう、どっちか。これがやっぱその、10年とか、はい、20年くらい経っていて、うんうんうん、まあなんか、思い入れがね。そう。思い入れとともにこうなんか、こう色が褪せてきて、はい、こうどん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 こう、ね、昔話に使えるわけですよ、これが。はい、いやー、だってまだ、ね、4タイトル目だもん、うん、J リーグのって。そうだね。と思うんで、今シーズンも、どうしようかな。毎年シャーレクッション買っていきたいです。おぉ。はい。今更だけど。いいですね。うん。こんな感じです。はい。はい、結構だいぶ届いたのは、いつだっけ ?3 月の頭ぐらいには届いたんですよ。今って感じで。うん、そうこんな感じです。はい、はい、シャーレクッションこんな感じでした。ありがとうございました。ゆるいな。いやでもいいね、やっぱり。はい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 、じゃあ次いきますか。次ですよね。はい、次はカオルくんのフォトフレームです。はい、こっちの方が箱がちっちゃい。そうだね、重さは結構あるけど、うん、これは俺は初めてなんだよね、そのフォトフレーム。うんうん、なんか結構出てるじゃん、その200試合出たとかさ。そうだね、そういうのとかで結構出るじゃん。はい、初めてだわ。でもカブラくんは2つ目か。初ゴールの時もフォトフレームあった。うん、ちっちゃいやつ、こんぐらいの。なんか誰か知らないけど、結構メルカリとかですか。私は普通に買いました。あー、オッケーオッケー。はい。さて、あ、ちなみにゆきさんもこっちは買われた。買いましたよ。もう私は見てます。僕はまだ開けてないんですよ。はい、なんかシリアルナンバーがあるでしょ。あります、あります。ユニフォームが入ってて、うん、その試合で着用してたやつかな。あ、ユニフォームが入ってて、うん、ちっちゃいピースで、おー、でその下にシリアルナンバー。シリアルナンバー何番だった。私は77。77、多分18は本人。そうか、本人が18、そうね。はい、18欲しいけどね。なんで僕はあの8番を狙いに行きたいと。8番、ユースとか年代別の代表の時に確か8番背負ってたはずなんで。なるほど。ちょっと8番とか、なるほど。シリアルナンバーあれかな、注文した順とかかな。いや、違うんじゃない。だとしたら俺多分なんか2000番くらいだと思う。だって私結構最後の方に注文したよ。ああ、でもそれじゃさすがになんか、まあ緩衝材です。はい、はい、わー、 でこれね、でかいね。でっけえ。はい、こんな感じ。すごい。はいはいはい、 ありがとう。はい、こんな感じで開けます。はい、セロハンテープで止まってんので。あ、なるほど。上かな、上と下かな。ほんとだ。うん、あ、いや、感動するよ、開けたら。すいませんね、ちょっと開けるときあれなんで。はい、先にこっちで見て。バタってなっちゃう。おおおー、すげえ。あ、プチプチに入ったんです。はい。あ、すげえ。感動してますか。すげえ、すげえ、すげえ。早く見せろよって話。あ、すげえな、これ。こんなんです。おー、じゃじゃん。おー、すげえ。いいね、ケンゴのつけて。ね。うん。青もちゃんと、そう、いるし。一応補足として、ここに、あの、立てられるよ。はいはいはい。うわ、すげえ。おお。全部何線なんだ。気になるね。うん。何線の。わかんね。こういうの答えられないの、ちょっとあれだね、コサコとしてまだまだだなって思うよ。でもこれはセレッソ線とかでしょ。そうだね。あ、違うかね。セレッソ線リミューになったりするから。あ、そっか。どうかも。いや、すげえ。これはやっぱ個人のサポーターにはたまらない。たまらないね。うん。すげえ。で、ここに、あ、そこ、ここにユニフォームの、はい、チップみたいな、はい、が入ってる。はい。
あとこの下にシリアルナンバーが。はい。何番ですか？シリアルナンバー99番でした。おお近いね、なんか。99番です。すげえ。はい。こんな。いや、かっこいいね。やっぱりカオルくん、いいわ。普通にね、コサポ出てるって。コサポ出てる。いや、いいね。うん。うんうんうん。最高だわ。もう縁のところ、ここら辺金色になってる。いいよね。いいね。高級感が出て。うんうんうん。J1 リーグ、ルーキーボールレコードって書いてある。ほんとだ。一応書いてある。J1 リーグ、ルーキーボールレコード、カオルミットの。18。髪の毛は跳ねてない。跳ねてないですね。去年まではちゃんと跳ねてなかった。跳ねてなかったんで。はい。で、コケンゴとシャリって。いいね。コロとかね。いや、いいね。いいですね。部屋に飾りたいと思います。え、どうしようかな。部屋に飾るのちょっとあれか。保存をしていこうか。どうしましょうか。どうしましょう、ね。ちょっと悩みますが。はい。こんな感じです。超かっこいい。かっこいい。いいね。はい。ってな感じでございます。発送予定日が確か3月の28日以降とかあったはずなんですけど。そうだね。ちょっと早めに、はい、届きました。はい。はい。で、このフォトフレームシリーズだと、うん、あの、ケンゴのみたいなやつも、あの、一応頼んでる。来るはず。はい。これが多分3月28日以降。はい。ですかね。私の方はそれと一緒にタオルとかもろもろも頼んでるんで。ああ。はい。いやうん、いいね。いいですね。いい買い物です、サポーター。はい、サポーターのように尽きるいい買い物。シャーレと。そうね、シャーレと。この2つ。はい、今回は。とりあえず、なんか、試験的に始めてみました。ゆるレビューです。はい、普段と、あの、口調があんまり、ちょっと違うのかな。わかんないけど、結構ゆるめにお送りしていこうと。はい。思います。定期的にやっぱフロンタル好きなんで。そうね。はい。ちょっとやっぱこういうところもちょっとね。うん。冷酷に、これがこうなんでこうやって勝ちましたとかだけじゃなくて、話していけたらいいなと。はい。はい。という感じで、次回は、はい。3月の28日以降に、うん。ケンゴのフォトフレームと、三笘のユニフォームが届くので、はい。その時に、はい。あとなんかやるかもしれない。はい。ありがとうございました。ぜひ。レビューの方も、レビュープレビューも毎節上げてるんで。そうね、試合のプレビューとレビューも毎節上げてるので。はい。はい。そちらもぜひ。ご覧ください。はい。全部持っていっちゃった。ゆるく。はい、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。それでは、また別の動画で。はい。はい、お会いしましょう。さよなら。